続いてはマンスリーのコーナーです。はい、1ヶ月間4週連続のマンスリーゲストをお迎えするこちらのコーナーです。4月のマンスリーアーティストは藤あや子さんです。よろしくお願いします。そして今週はもう一方ゲストがいらっしゃいます。伍代夏子さんです。どうもお邪魔します。ちょっとどちらがどちらかがわからない感じで、双子です。双子です。どうぞこちらお願いします。お願いします。いやいや、もういや本当に一瞬パッと見ると一緒にしか見えないんで、あ、どうぞ座りましょうか。座りましょうか。失礼して。まあ、なぜお二人一緒で一緒の格好かと思いますと、新曲を出されるそうですね、二人で。そうです、はい。まあ、今回はあの企画なんですけどもね、うん、ずっとあのレコード会社も一緒で、うん、年齢も一緒、ね、もうやっぱり共通する部分が多いので、なんか一緒に歌作って一緒に歌わないっていうことになって実現しました。私が曲を担当しまして、うん、はい、なっちゃんが詞を担当ということで、はいはい、視線どちらが先だった。視線ですね。視線ですね、はい、もう無理やり強制的に詞を作れと最初はね、やっぱり2人で仕事する場面が増えてきて、うん、でなんかこう最後に歌う曲とか2人の曲があったらいいなと思ってですね、うん、あの作らないって最初声かけたんです。でやろうやろうってことになって、でどなたか先生にお願いしたかったんです、うん、私は。でもこの人がいやいや2人で作ろうよ、うん、はい、なっちゃんが詞書いて私が曲つけるから、うん、でいついつまでに、うん、あの詞を書いてください。意外と早く一生懸命頑張って書いたんですけど、書いてもらってだいぶ直されました。いやいや、そんなことないそんなことないけど、やっぱテーマがね、やっぱりすごく共通する部分なんで、うん、やっぱりこう一緒に今まで30年ちょっとこう一緒に歩んできてっていう、こうなんか歴史が2人ともありますから、なんかそのなっちゃんの詩を見て、わあそうだな、こんなこともあったななんて思いながら、なんかあ本当にこう思い出に残るといいますか、記念になる作品ができて、まさにこちらにこの詩がね出てきますけれども、本当こちらです。テーマはもう決めてたんですか？テーマ決めてました、うん、後から変わってきたんですけ ど、 なるほど。やっぱり女の最初、うん、女同士の友情を描きたかったんですけど、うん、なんとなく女同士だけじゃなくて、うん、例えばそれが夫婦の絆でも、うん、お友達同士でもいいのかなって、うん、男女でもいいのかなっていうので、うん、あのまあ、君と僕みたいな風にしてね、うん、それで、うん、富士山特にお気に入りの箇所とかございますか？うん、でもやっぱりこのなんて言うんでしょう、いつもそばにいるよっていうこの言葉って、うん、なんかあの安心感がないですか、うん、一緒にいるっていう幸せがこの中にいっぱいこう詰まってて、うん、このご時世いろんなことがあるから、やっぱりあのなんかちょっと、うん、歌詞を拝見すると本当に一緒にいなくてもなんか気持ちだけでもなんか見守ってる感じっていうのがなんか温かくていいなと思いました。あの逆に曲をまあついてきた時にはどんな思いでした？いやもうね、泣けましたよ、うん、やっぱりね、あの、うん、思った通りのなんかこうほのぼのとした世界、うん、それであったかくって心強くなって最後は、うん、でやっぱり一人じゃないってこんな素晴らしいことなんだなっていうのが伝わるメロディーをつけてくれました、ね、うん、ありがとう、うん、はい、作曲のポイントとかはあるんですか？はあ、でもやっぱりあのすごく詩がなっちゃんが書いた詩がすごくこう大きなテーマだったので、うん、あんまりこうちっちゃくならずにやっぱりこうなんて言うんでしょう、自然を感じられるようなイメージで作らせていただきました。それでは早速参りましょうか。4月のマンスリー、藤あや子さんと伍代夏子さんで、いつもそばにいるよです。どうぞ。